総務省が今日発表した先月の東京特部の消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が101.6で、1年前に比べ2.1%上昇しました。原油や原材料価格の上昇と円安を背景に、日銀が物価上昇の目標としている2%を超えました。上げ幅はおよそ7年ぶりの大きさとなりました。